今成正和は、日本の男性総合格闘家。神奈川県秦の市出身。チームロケン所属。ブラジリアン柔術黒帯。元ディープフェザー級王者。元刑事令次世界フェザー級王者。元ディープバンタム級王者。足関節に、特にヒールホールドを得意とし、足関10の異名を持つ。その独特の風貌と、トリッキーなファイトスタイル、極めの強さと、 常識外れの足関節技で人気を得ている。格闘技経験は愚かスポーツ経験すらほとんどなかったが、20歳の時に UFO に練習生として入門、とりあえずとキックボクシングの藤原道場を紹介される。1999年に道場で一緒だった入江秀忠に誘われ、入江が肌上げしたキングダムエルガイツに参加。2001年には、 エルガイツの初代ミドル級王者となった。また同年行われた第7回全日本コンバットレスリング大会 76kg 級決勝では当時シュート軽量級エースであった佐藤ルミの相手に互角の勝負を繰り広げ関係者から高い評価を得た。ちなみに足関十段というニックネームはこのごろ同僚の選手によって名付けられたもの。2002年にキングダムエルガイツを離脱。 同年11月に旗揚げした ZST に参戦し、矢野卓剣、所秀夫、小谷直行と並んで ZST4 兄弟と呼ばれ、人気を博す。2003年にブラジルで1ヶ月の柔術修行を行い、現地の柔術選手相手に足関節を極めまくるという伝説を残し、マルコス・アントニオ・バルボーザから茶帯を授与された。2003年7月、ディープに 初参戦。2003年11月に開催された ZSTGP 開幕戦ではジョルジ・グージェウ相手に開始32秒ヒールホールドで勝利を飾り、2004年1月 ZSTGP 決勝戦ではマーカス・アウレリオ相手に1から2の判定で敗れるも接戦を繰り広げ高い評価を得た。2005年1月15日には 新宿区高田の馬場に自身が同場長を務めるバルボーザ・ジャパン東京を設立2005年10月28日ディープ21インパクトのディープフェザー級トーナメント1回戦でファビオ・メロに判定勝ち12月2日ディープ22インパクトの準決勝でマイク・トーマス・ブラウンと対戦しアンクルホールドで一本勝ち同日の決勝では 前田義郎にアンクルホールドで一本勝ちを収め、優勝を果たし、初代ディープフェザー級王座に認定された。2006年8月4日、ディープ25インパクトの日本対ブラジル2対2対抗戦で、ブラジリアン柔術世界王者、フレジソン・パイシャオンと対戦し、0から2の判定負け。2006年10月10日、ディープ26インパクトのフェザー級王座防衛戦で、 山崎剛と対戦し、ペダラーダで小勝を収め王座の初防衛に成功した。2006年10月17日、ブラジリアン柔術クロービをマルコス・アントニオ・バルボーザより、バルボーザ・ジャパンにて授与された。2007年2月10日、イギリスで開催された、刑事レージ20の刑事レージ世界フェザー級王座、決定戦で英国フェザー級王者ロビー・オリビエと対戦し、 腕ひしに十字固めで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2007年6月17日、クラップリング大会、ディープ X に出場、ブルーのフラザトと対戦し、判定負けを喫した。2008年3月8日、刑事刑事25の世界フェザー級王座防衛戦で、ジーン・シューバと対戦し、ヒールホールドで一本勝ちを収め王座の初防衛に成功した。 2008年5月19日、ディープ35インパクトのディープフェザー級王座、防衛戦で、三島戸根性の助と対戦し、0から2の判定負けをキッシュ王座から陥落した。2008年8月17日、ディープ37インパクトの初代ディープバンタム級王者、決定戦で、梅村博史と対戦し、ヒールホールドで一本勝ちを収め王座獲得に、成功した。 2009年3月8日、ドリーム7のフェザー級グランプリ1回戦で山本厚と対戦し判定勝ちを収めた。5月26日、ドリーム9の2回戦でビビアーノ・フェルナンデスに判定負けを喫した。2009年8月23日、ディープ43インパクトのディープバンタム級王座防衛戦で堀智彦と対戦し、5から0の 判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2009年12月19日、ディープ初の刑事大会となった、ディープ刑事インパクト2009で、ジャスティン・ザ・ショッカー・クルーズと対戦し、オモプラッタとフェイスロックの複合技で一本勝ちを、収めた。2010年8月27日、ディープ49インパクトのディープバンタム級、タイトルマッチで、宮下智也と対戦し、5から0の、 判定勝ちを収め2度目の王座防衛に成功した。2010年10月24日、ディープ50インパクトで DJ 大輝と対戦し、2から0の判定勝ちを収めた。2011年2月25日、ディープ52インパクトで中村アイアンヒロシとノンタイトル戦で対戦し、片方目を2度極めかけられるなどして0から3の判定負けを喫した。 2016年12月17日、ディープフェザー級王者決定戦で、長倉律直と対戦し、3から2の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。40歳にして8年8ヶ月ぶりに、同王座に返り咲き、60歳まで現役を続けたいと、コメントした。2017年6月7日、怪我による長期欠場のためディープフェザー級王座を返上した。 ありがとうございます。